フィギュア塗装の、疑問点の、2つ目である、どこに、塗料を乗せていいのか、どこにどの色を乗せていいのかわからないっていう、質問は疑問があると思うんですけれども、それを、これを使って考えながら、塗っていくことで、解決できたらなと思いますので、それでは塗っていきます。まずは1番ですね。1番から塗ってみたいと思います。続いてですね、顔の正面部分、こちらで言いますと、ここが1番で顔の正面ですね、顔の正面が2番になりますのでね、1番塗れて2番を塗ってしまいたいと思います。で、目玉を描き込んでるのでね、それを潰さないように注意しながら、2番ですね、2番を塗ります。そうしました。側面3番ですね、これを塗っていきたいと思います。3番これですね。続いては4番ですね。顎の下の部分とかですね。4番塗りたいと思います。顎の下と鼻の下ですね、これが一緒の色ですので、これも塗ります。ここがですね、3.5 の色になりますので、これを塗りたいと思います。ここはここですね、この部分、ここ目の上のところですね、これがここに当たりますんで、ここが 3.5 です。薄めると流れて目玉に入ってしまうことがあるので、薄めずにちょっと形しっかりした状態で塗りましょう。続いて鼻の横ですね、先ほどで言いますとここですね、ここが
ここになります。ここは3番と同じ色ですんで、横面と一緒なんで3ですね。3になります。ほっぺたから下、頬から顎にかけてのこの面ですね、少しこっち2面に比べたら角度が、影の方に振られているので、少し暗くなるわけですね、ここが2ですんで 2.5 にしてたと思います。 2.5 をこれで言うとここですね、この部分に塗ります。この辺から下ですね、はい、これでこれと今同じ形状にね、各色調を塗ることができたという形になります。とりあえずこれで、どこの面にねどういう色を塗るのかという点については把握、することが、していただけたんじゃないかなと思うんですけれども、そしたらですね、当然今こことかね、ここなんかはもう色の境目がはっきりしてます。でも本当はここは曲面になってますんで、こんな風に境目があっておかしいので、境目をなじましていきます。今からですねグラデーションを作っていくという作業になっていきます。